本当にそれぐらい 3D の中では僕トップに近いぐらいの位置にいると思ってる。リレーで戦う戦いに関してはトップレベルだと思ってる。本当に自信を持ってる。それはというものは一応出してます。自分から出してないんだけど、ほぼほぼ出してないんだけど。しびれはいつ治るんですか？知らん、ね、頭の病院に行った方がいいと思う。でこれでなぜ強いかって話なんですよ。これ一発目中断じゃないですか。だからタッチガードするしかないじゃないですか。でしゃがむ、これで手を出してくるやつにはこれ一生当たるんですよ。3RP でリレーかけてやってるときは2発目上段だからしゃがめるじゃないですか。だから手出さなくなるのかしゃがむのかでまずそこでタクになってるんですよ、僕の中で。しゃがまないでガードするんであれば投げが入る。こっちの投げが自分と同年代くらいです。弟さん。おお、そうなんですね。30年までだったんだけど、そうか。35年とかまでか。ちゃんと根拠があってやってるんです。何も考えずにやってるわけでもないです。それを何も考えてないって言われるのは、まあ憤慨するのは当たり前だよねって話、わかる。切れて当然だと思ってる。それが間違ってるっていうのはおかしい。だって二択に言ってんだね。二択のかけ方人それぞれじゃん。この間の24時間の配信の時にディレイの神つってネタで一応言ったけど、僕本当にそれぐらい 3D の中では僕トップに近いぐらいの位置にいると思って、ディレイのかけ方が、ディレイで戦う戦いに関してはトップレベルだと思ってる。本当に自信を持ってる。それはだから誰にどんなに言われようと使うし、バカにされるのは許せんと思ってる。それで勝ててるならそれでいいけど、負けることが圧倒的に多くて交錯してイライラしてたら元も子もないですよ。圧倒的に多くないです。残してるかどうか分かんないけど、段位高い人にも対してギガスでやって勝ってます。僕ランクまで長い間戦うっていう前提だと確かに読まれる可能性があるから、潰されたりして終わるかもしれないけど、1勝2勝大会とかだったら
ほぼ1試合で終わるでしょ。1試合か2試合で終わるじゃん。その2試合勝てればいいだけなんだから、その後に負けたってランクまでは確かに負け続けるかもしれないけど、大会的には1勝2勝してれば十分なんです。こういう感じでやるんであればディレイを使うのはすごく有効だと思いません？フライハイでもいいんで、ディレイ理論で上位入賞すれば誰も何も言いませんよ。まず実証しましょう。休憩時間にディレイかからないです。とつねまりおさん、このファランやばい人です。私も当たりましたが、ラウンド終了後のディレイとメッセージで暴言を吐いてきました。相手どうした？捨てゲーですか？わら。それは実力云々とはまた別の部分だけど、これは何を見させられてるんですか、デビさん。何やってんですか。捨てゲー。配信終了の兆し。捨てゲーするならリベンジしないでよかったのに。また拗ねたわ、笑。